はい、おはようございます。お調子です。今日が、日本を出て109日目の朝っすね。昼でタイに入ってからもう58日目っすね。もうすぐもうビザランした、ビザの期限も過ぎますね、あさってぐらいで。いや、てかもうね、久々のね、こうやって動画更新っていうか、今久々に撮影してるんですけどね、もう最近ほんとね、マジでちょっと YouTube やるスイッチもね、ちょっとオフになっちゃってね、やる気スイッチがオフになっちゃって、マジでひたすら本当に沈没してましたね。ずっとぐうたらして何もしないで、このベッドでずっと寝て、 YouTube とかアマプラとか見て、でたまに外に飯食いに行って、でスプラッシュボックスに、クライボクシングしに行ったりして帰ってきて、明け方まで起きてて、寝て昼に起きてっていう生活ずっとしてて、いや、さすがにちょっとね、もうだんだん一人旅も長くなってきて、タイも60日近くなってきてね、ちょっと飽きてきましたね。ずっと一人でこうやって海外にいるのに、もうやることなくなっちゃった。はい、全然なんかもう新鮮味もなくなってきちゃったし、はい。まあそんな中でね、さすがにやっぱなんか動画撮んなくちゃって思ってね、今ちょっと久々にカメラ回して始めたんですけど、まあ別に何もあれ撮ろうっていうのを決めてるわけじゃないんでね、まあとりあえずいつもみたいに自分の生活をカメラで回してちょっと映していこうと思います。はい。なんでまあ最近はね、もう明け方4、5時、5時、6時ぐらいに寝て、この12時過ぎに起きる生活なんで、今起きてちょっと腹減ったんでね、まあいつものようにちょっと外に飯食いに行こうと思います。はい。よし、じゃあ出発。で、最近ちょっとハマってて毎日食ってる飯屋があるんでね、ちょっとそこに行きます。あ、こっすね。このガパオライス屋がね、うまくてちょっと最近ハマってるんですよ。もう頼むのはいつも一緒っすね、このカリカリ豚のガパオライス。 This one ワンチリ唐辛子は1本で、 This one この卵焼きも乗っけます。はい、じゃあ注文したんで座ります。はい、来ました。これはカリカリ豚にね、ふわふわ卵のせのガパオライス、これで115バーツなんでね、ちょっと高めなんですけど、その分ちゃんとね、美味しいんですよ。このじゃあこのふわふわを崩しつつ、カリカリ豚と一緒に、じゃあいただきます。めちゃくちゃうまいですね、これ。ほんとね、こっちのカリカリ豚にね、しっかり味がついててね、で結構辛いんですよ、唐辛子1本でも。でもこの卵のふわふわがね、トロトロで、これがマイルドにさせてくれてね、一緒に食うとちょうどいい味になってうまいんですよね。この揚げ豚もね、サクサクで食感いいんですよ。なんかカツ丼みたい。ちょっとね、甘みもあってね、この卵もふわふわで、うまいわ。ここほんと何回食っても飽きないんでね、ほんと毎日来てます。もう俺1個ハマると毎日食っちゃうんですよね、同じもん。ああやって豚肉柔らかくしてんだ。はい、ごちそうさまでした。よし、ちょっと都会の方に行こう。今日土曜なんだよな。じゃあバス乗ります。はい、でこのバスは赤バスじゃないんでね、運賃は15バーツしました。涼しいですね、クーラーで。よし、着いた。いつものこのね、ビッグシーラチャダムリーとこのセントラルワールドがあるところに来ました。別になんか目的があるわけじゃないんだけどね、なんとなくきちっと。まあちょっとセントラルワールド入ってみます。ラコステだ。このクラッシュパッケージのスーツケースもね、欲しいですけどね。かっこいいんですよね、なんか色とか。もともとこうやってダメージがついてるデザインのやつなんですけど、高いですからね、これも。これで 4,5 万ぐらいするわ。このスカイウォークも綺麗になりましたよね、なんか灰色に塗装されて。テレタビーズだ。で今月はね、6月だからね、プライドマンスっていうね、世界中 の性の多様性を認めるあの月間なんですよね、6月は。だからこういう感じで虹色の装飾がバンコク中にいろいろされてるんですよ、今。アトムだ。
アストロボーイ。なんか知ってるアトムと顔が全然違うわ。あと平井堅が流れてるわ。ザクだ。シャーザク。じゃあちょっと MBK 行きます。 MBK 来たけど別に特に何も欲しいもんないな。よし、じゃあもういいや、出よう。マジでもう行くとこないわ。どうしよう。じゃあちょっと電車乗って移動しよう。 BTS。 イボイボくんだ。はい、麻生区着きました。で、俺この間知り合いにね、このマッサージの無料券をもらったんでね、なんかそのマッサージ屋さんがこの辺の麻生区にあるマッサージ屋さんなんでね、ちょっとこれ持ってね、ちょっとマッサージ受けに行ってみようと思います。落ち着いた、ここだ。ここがヘルスランドスパ&マッサージ麻生区っていうところ、多分有名なね、でっかいマッサージ屋なんですけど、ここのタイマッサージの2時間コースの無料券いただいたんでね、ちょっとじゃあマッサージ受けに行ってみます。すげえちゃんとしたとこだ。おー、綺麗な。かこれが料金表だ。で、俺が受けるのはこのトラディショナルタイマッサージの2時間だから、650バーツするやつだ。はい、受付しました。で、今人いっぱいいて1時間待ちでしたね。なんでちょっと1時間待ちます。大人気だな。なんか無料の水もあるわ。はい、呼ばれました。こっちだ。ホテル見て、もうすげえテレビもある。なんか紫のマッサージに着替えました。で、こっから2時間マッサージですね。タイマッサージ長いっすね、2時間って。真っ暗になっちゃったけど、とりあえず寝っ転がってマッサージ始まりました。まず足をね、あったかいタオルで拭いてくれてます。気持ちいいわ。はい、2時間のマッサージ終わりました。気持ちよかった。最後にお茶も出してもらいました。あったかい。ああ、気持ちよかった。もう2時間みっちしね、もう足の先からもう下半身、上半身、頭とかね、顔とかいろいろやってくれました。すごいうまかった。ちゃんと柔らかくだけど強いとこは強くって感じで、なんか軽くなったわ。立派なとこだったな。ちょっとじゃあ腹減ったから、なんか晩飯食おう。じゃあターミナル21でなんか晩飯食うか。はい、中入りました。じゃあピア21のフードコートで何か食います。はい、飯買ってきました。こっちがソムタムで、でこっちが片焼きそばみたいなやつ初めて買ってみました。卵が乗ってて、豚肉が乗ってて、野菜が乗ってて、でこれがパリパリの麺ですね。これ合計で71バーツでした。めっちゃ安いわ。じゃあまずこっちからいただきます。うん、まあ普通の中華風あんかけと豚肉とパリパリの麺がうまいわ。うん、まこのあんかけ焼きそばめっちゃうまいわ。この中華風のあんがパリパリの麺に絡まって超うまい。うまっ。うん、そのためも安定のうまさ。日本人の人もいっぱいいますね、ここは。はい、ごちそうさまでした。今なんか2、3年前ぐらいにパタヤですれ違ってちょっと話したアメリカ人かなの YouTuber がいたからで、おう YouTuber って言ったら、おうセンキューって言ってたけど、あっちは俺のことは覚えてなかったな。びっくりした。よし、じゃあもうターミナル21は出ます。ちょっとまだ腹いっぱいになってないんで、この七瀬であのラーメン食って帰ります。はい、来ました。これが七瀬鶏そば、145バーツですね。これがなんかね、このスープがトロトロでね、ちょっと天一っぽくてね、好きで結構毎日食ってるんですよね。これもこんな感じで麺に絡まるんですよ、スープが。で、具はこの鶏チャーシューとかね、鶏団子が入ってます。じゃあいただきます。
美味しい。この麺がね、日本のラーメンの麺って感じで、このね、ドロドロのスープをね、こう絡まってめっちゃうまいんですよ。で、この鶏の出汁のスープね、うまい。濃厚なほど鶏の出汁のスープで、この鶏つくね、この鶏つくねもね、ふわふわで中にあの鶏の軟骨も入っててうまいんですよね。最近日本食恋しくなってね、もう毎日食ってますね、この南西のラーメンは。安いしね、100〜600円ぐらいで一杯食えるし、日本もっと高いですからね、日本のこういうラーメンは。この鶏チャーシューもね、柔らかくてうまいんですよ。替え玉もあるんで、ね、いつもはするんですけど、まあ今日はね、ちょっとさっき食ったわけしないけど、お腹いっぱいになるんですよ、これ。これにプラス替え玉したら、はい、ごちそうさまでした。腹いっぱい。よし、じゃあ電車乗って帰ろう。はい、ラマキュー帰ってきました。ちょっとセブン寄って帰ります。よし、オッケー。はい、宿帰ってきました。はい、でコンビニでね、最近ハマってるお菓子をちょっといろいろ買ってきました。これはね、ずっと食べてるこのかぼちゃの種なんですけど、こっちがね、わさび味のグリーンピース。この人のね、あの有名なね、タイのお菓子のキャラクターの人なんですけど、この美味しくてね、このグリーンピースのわさび味のやつがこれうまいんで最近買ってますね。中はこんな感じでね、結構ね、わさびの味がツンとして辛くてうまいんですよ。で、次にこのチョコガナッシュ大福っていう、これチョコ大福なんですけどね、これもね、うまいんですよね、もちもちして。こんな感じでチョコのね、粉みたいのが周りについてて、こうやって刺すつまようじみたいなのもついてるんですね。これがプニプニでうまいんですよ。で、最後これですね、このレパンバナナっていう、この東京バナナみたいなやつの、これのね、チョコレート味が最近あって、レパンチョコっていう、これがね、中にチョコ入っててうまいんですよ。バナナ味の方はこんな感じで、中はこんな感じです。で、チョコ味の方はこんな感じで斜線が入ってて、中はこんな感じでチョコがたっぷり入ってます。黒いチョコが、うまっ。辛い、辛くてうまいんですよ、このわさびのやつ。で、このチョコ大福、これもね、もちもちでうまいんですよ。ほんとね、結構ちょっと前までお菓子もちょっと卒業してあんま食わないようにしてたんですけどね、お菓子禁止、お菓子して、ちょっと最近また食い始めちゃってますね。美味しいんですよね、タイのコンビニのお菓子、いろいろあって。ちょっと部屋で食うとね、ゴキブリが出そうで怖いんで、ここで食います、今日は。はい、じゃあお菓子食ったんで部屋戻ります。で、これからね、ベッドに入って寝る体勢に入るんですけど、最近はもうね、このアマプラのザ・ボーイズが新しいの出たらしいんでね、ちょっとまた最初からね、振り返りながら見ててね、これずっと見ながらね、朝までベッドの中で過ごしてます。はい、じゃあ今日もこれ見ながら寝ます。はい、おはようございます。朝になりました。で、今日はね、これからね、あの俺が持ってきてるこの旅行中の荷物の紹介、荷物紹介をしようと思います。まあ、100日以上ね、今回もね、東南アジアブラブラしたりして、で、いろいろ結構荷物多い方なんでね、いろいろ持ち歩いてるんでね、ちょっとそれらを紹介しようと思います。いろいろ日本から持ってきたものとかもちろんメインなんですけども、こっち来てから買ったものとかもありますし、で、持ってきてよかったものとか、そんな必要なかったものとかもいろいろあるんで、じゃあちょっと荷物を紹介しようと思います。ちょっととりあえず散らかってるんでね、ちょっと荷物まとめて片します。はい、カバンの中に荷物を入れてまとめました。一応この3つの手提げのカバンになりましたね。はい、で、この2つが一応メインで使ってるやつなんですけど、こっちが、衣類を入れる手提げカバンですね、服とか。で、こっちが、これ沖縄で買ったやつね、リサイクルショップで。これが、日用品とか、あとガジェット系、そういう機械系とか入れたりしてるバッグですね。で、最後にこのミスター DIY のエコバッグには、いろいろなんか、こっちで買ったものとか雑に入れるようなものをバーって入れちゃってますね。はい。で、このでっかいバッグ以外に、普段外歩くときは、このトートバッグ
この布のトートバッグとあとこのショルダーバッグアークテリックスのこれを使って外はブラブラ歩いたりしてますね。じゃあまずこのカバンの中に入ってる服を紹介しようと思います。はい、服を外に出して並べました。じゃあ順番に紹介していきます。まず T シャツですね。 T シャツは基本外出るときは外出て暑いんでこっちだと汗かくんでこういう速乾のドライ T シャツをね、これ Amazon で 7,800 円ぐらいで買ったやつを持ってきてますね。黒2個で白2個に緑と合計5個外出るときに着るドライ T シャツ持ってきてます、日本から。であと他にも T シャツあって、これはこっちで買ったやつですね。派手ななんかタイで買ったやつとかマレーシアで買ったやつとか、タイダイの。あとこれも日本から持ってきたやつですけど、これはもうなんか最近パジャマ落ちしてパジャマで着てますね。これ辺はパジャマですね。なんで合計 1,2,3,4,5,6,8 枚 T シャツがありますね。はい、多いですね多分。で次ズボン、短パンですけど、短パンがこれも結構ツルツルしたすぐ乾く系のね、汗かくんでやつが多いですね。ズボン 1,2,3 黒が3つありますね。 4,5 でパジャマ用のズボン6の合計6個ズボンがあります。でパンツ、トランクス3つに、であとバスタオル、これもね使わないですね、基本宿にバスタオルあるから。はい、バスタオルとで汗拭きタオルが3つですね。この辺もベトナムで買ったり前にうどん店で買ったようなやつですね。外いるとね暑い時期めっちゃ汗かくんでね、3つで回して使ったりしてますね。はい、でおちょこが置いてったキティちゃんのタオルもあったりして、で靴下も一応ワンセット持ってきてます。でこれがあれか、結婚式用に買った白いワイシャツみたいなシャツですね。はい、であと水着系、ここら辺水着コーナーですね。水泳帽2個、まあ、1個はねマレーシアで買ったやつだ。で、ゴーグルと耳栓、あとラッシュガードの T シャツ、あと水着も一応2個ありますね。汚いやつと綺麗なやつ。はい、あと帽子っすね、この散々被ってるディッキーズテキサスって書いてあるこれ、これとあとふにゃふにゃの茶色いこの帽子で、あとこれニット帽っすね。なんか夜寝るとき頭冷えて寒いときにこれ被って寝たりします。はい、で次に旅行中寒かったときに着る防寒着系の服とかっすね。まずこれが、長ズボン、ワークマンで買ったちっちゃくまとまるなんか長ズボンみたいなやつで、これが MBK で前に買ったユニクロの偽物のエアリズムのパーカーっすね。でこっちが本物の日本で買ったなんか薄手のナイロン生地っつうのかな、の薄いパーカーっすね。はい、ジャケットみたいな。でこれが、ヒートテックですね、これも日本で買ってきたやつで、これがユーティリティベスト、空港でね荷物多い時にこのポケット多いからポケットに入れて中にしまって入れていくやつです。はい、でこれがこっちで買った、フェイスガスマスク、フェイスガード、このバイク乗る時とかに日焼け防止とかで顔につけるやつですね。であと日傘、この日傘もね一回なくして、これはベトナムのユニクロで買い直した日傘っすね。でこっちはミスター DIY タイで買ったやつですね、日傘で。おちょこは1個置いてったやつですね。であとはエコバッグも3つありますけど、3つもいらなかったですね、これも1回も使ってないっすわ。はい、ここら辺も100均で買ったり IKEA で買ったりしたエコバッグっす。であとこれが手提げのポーチみたいな手提げバッグ、これも100均で買って持ってきたやつっす。でこれが服とか入れるなんか衣装ケースっていうか服ケースみたいな旅行用グッズでね、200、300円ぐらいしたっすね、ダイソーで。この中に服入れてカバンの中に入れてまとめてます。はい、そんな感じっすね、服衣類系、服系はやっぱ服多いっすね。うん、長袖もね、まあ、最初ハノイいた時はねちょっと着たりしたんですけど、こんなにはいらなかったな。うん、そんな感じっす。はい、じゃあ続いては日用品っすね。まずこれが、置き時計、いつもね動画にも映してる時計、時間気になるんでね、これは絶対に持ち歩いてます、時計100均のやつ。はい、でこれが毎朝飲んでるビタミン剤っすね、ビタミン C とマルチビタミンで、これが爪切りとヤスリっすね。でこれがティッシュね、ポケットティッシュ、外でトイレ行った時雷時もあったりするんで。でこれが、チェーンロック、なんか防犯用にねいろいろ長い方のチェーンロックと短いチェーンロック、こういうのつけてねカバンとか繋いだりとかしておいたりする時もたまにあります。で次は文房具品、これがハサミ、ハサミはこれ飛行機持ってけないと思うんでね置いておくと思うんですけど、ハサミと一応セロテープ、であとここら辺がいただいたものっすね、ゴキブリ分エンダー、ゴキブリワンプッシュ、ゴキブリが出ないやつっすね、部屋のフッフってねちょっとね部屋入った時にやったりするとねゴキブリが出ないんでねやります。はい、でこれもいただいたやつで、背中も拭えるウェットタオルっていうでっかい多分ウェットタオルっすね、これまだ使ったことないんですけど、はい、これもいただきました。であとコンビニとかでもらったストローとかフォークとかも余ったら一応こうやって取っといてます。
で、あと、蚊が寄ってこないやつのね、試供品とかもらったんで、これも取っておいたり、除菌のね、スプレーとか、あと、ここら辺は日焼け止めっすね。はい、これもちょこが置いてったやつだ。で、油取り紙と、綿棒と爪楊枝。で、あと、ここら辺は、これヤードンっすね。俺が一番好きなヤードン。これも一応2個持ってね、スー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 いつも書いてます。これはクロレッツの、なんかタブレットのスースーするやつですね。で、これがたまにね、タバコ買っちゃうときなんで、タバコ買っちゃったとき用に、この携帯灰皿ですね、これは。外でね、タイはタバコ吸ってね、ポイ捨てしたらね、ダメなんでね、はい。この携帯灰皿と、タバコのケースですね。なんかグロいカバーなんでね、これでね、ちょっとケースに入れて、タバコ入れたりしてます、買ったら。で、これは常備薬、寝薬とか、なんか胃もたれの薬とか、そういうお腹壊したときの薬とかあります。で、これが、鼻うがい用のね、この水と鼻うがいのこの注射器みたいなやつですね。タイはちょっとね、空気汚い時もあるんで。で、これが書類関係ですね。あの、国際免許とか、あと一応パスポートのコピーとかね、いろいろ書類も入ってます。で、ここがメガネと、グラサンですね。動画で時つけるような、はい。で、これがジップロックで、で、これが、筆箱、ペンとかいろいろ入ってて、これが、カレンダーですね。カレンダーも俺いつもつけて予定とかこっちに書いたりしますね。アナログ派なんで、それは。で、マスク、で、お金、いろんな国行ったりする可能性もあるんでね。マレーシア、ラオス、インド、ベトナムとか日本円とかのお金もこうやってまとめてます。ジップロックで。で、あと、ここからは、あと、お風呂関係ですかね。お風呂のシャワー行くときに持っていくカゴ。で、おちょこが置いてったシャンプーと、コンディショナーみたいなやつ。で、洗顔と買ったやつね。あと、赤すりと、あと、石鹸ですね。この石鹸のケースも100均で買ったやつですね。はい。これも便利でいつも使ってます。で、あと、ここら辺が歯磨きケースですね。一応、歯磨きは、こういう感じで、歯磨きとベロ磨きと、あと、この、眉毛剃るやつ。あと、髪剃りもありますね。で、ここら辺、これを入れるね、これがすごい便利なんですよね。これも100均なんですけど、キャンプ系のグッズかな。こう、使わないときは普段こうやってね、蓋して、コンパクトに平べったくなるんですけど、コップとして使うとき、結構コップがないときあるんですよね。ホテル入ったとき。そういうとき用に、こうやって、いろいろ歯ブラシとか立たせておきたいんで、こうやって使ったりしてます。で、あとどこまで行ったっけ、これが、あとゴミ袋っすね。はい。でっかいゴミ袋、ちっちゃいゴミ袋。で、これが、予備の歯ブラシと歯磨き粉っすね。ベトナムで買った。で、ここら辺が洗濯物ケースっすね。洗濯物干しロープと、あと S 字フック。これもちょっとね、洗濯の時に引っ掛けたりするのに便利なんでね、持ってます。で、あとこのハンガーっすね。ハンガー。マレーシアで買ったハンガー。はい。で、あと、まあ、ノート。ノートは別になんか買ったけど全然使わなかったっすね。で、あと、いつも持ち歩いてる財布とパスポートと、現金とかカードっすね。はい。で、最後、これね、ここがね、なんか、バックインパックっていう100均に売ってるやつなんですけど、この中にいろいろね、小物とか入れたりして、さらにカバンの中に入れるとね、これまとまって便利なんですよ。2、300円ダイソーでしたっすけど、はい。これめっちゃいいっすね。バックインパック。バックの中に入れるバック。で、これもね、めっちゃいいんですよね。ちっちゃいね、これもセリアのキャンプグッズであったやつなんですけど、ちっちゃいポーチなんですけど、こういうのなんかどっか持ち歩くときにね、こういう、なんか充電器とかそういうちっちゃいものをこまごましたのをこうやってまとめて入れるときに、これね、すごい使って便利でずっと使ってますね、これも。はい。そんな感じですね、はい、日用品は。はい。で、次はガジェット系、電化製品ケースね。はい。まずは、この延長コード。延長コードすごい大事で重宝して使ってますね。結構枕元からね、コンセントまで近くにね、コンセントがあると限らないんでね。これで結構延長して使うのが多いんで、これ大事っすね。はい。で、次に、この変換器。変換器はこうどっかの国行ってね、変換器が必要な国に行くかもしんないんでね。これ一応タイで買ったやつ使ってます。で、あとこのタコ足のね、やつ。はい。で、あとこの iPhone とか iPad 買ったらついてくるこの根元のね、コンセントの充電するやつ。3つ。で、ケーブル。このコンセントの iPhone とか iPad のこのコードと、あと USB、ABC とかそっち系いろいろ対応してるコード。全部で3本入ってますね。はい。で、これがワイヤレスイヤホンですね。で、これが普通の iPhone についてくるイヤホン。この3つぐらい入ってます。で、iPhone が、メインの iPhone1 つとサブの iPhone1 つ。で、さらに一応おまけで 4S を持ってきましたけど、まあこれ一回も使わなかったっすね。はい。この2つの iPhone XR を SIM カード入れて2個ネット繋がるようにして海外では使ってます。で、あと iPad ね。これで動画見たりとか編集とか、サムネ作ったりとかするのに使ってます。で、あと、これが周りの機器っすね。首につけてね、両手が離れた状態で GoPro とか iPhone の撮影ができるやつっすね。で、これが、なんつうんだっけ、ジンバルか。
あんま手ぶれしないようにね、生配信とかで使ったことはあったんですけど、あんまり結構手ぶれが意外とね、こっちの方がするって言われて全然使わなかったんですけど、はい、一応ジンバルもね、持ってきました、生配信用で。で、GoPro ね、あと、GoPro 今撮影してるやつも一つあるんですけど、これもう一個ね、GoPro、10ですね。今撮影してるのは9ですね、はい。で、バッテリーは全部で4つありまして、まあ、4つ中2つはね、もう結構パンパンでほぼなんか使えないような感じになってるんでね、バッテリーは2個使ってますね、基本的に。で、これが GoPro のバッテリーの充電するやつ。で、撮影したデータを保存しておく SIM カードっていうか、マイクロ SD か、はい。で、マイクロ SD を iPhone に移動させるときに使う、この、何、SD カードリーダー。はい。これもね、一応ね、2個持ってきてますね。もし壊れたとき用に、はい。で、これが、iPhone を、こういうね、三脚に固定させるね、なんか固定させるやつです。はい。で、これが三脚。で、これがモバイルバッテリーですね。はい。で、これがバリカン。これでね、散髪代かかんないですからね。で、これはキャンプとかで使うようなライトですね。夜寝るときにね、枕元でこの照明つけたりして寝ます。で、あとこれが iPhone とか熱くなったときにこう冷やすための保冷剤ですね。はい。以上ですかね。はい。はい。で、履物はこれらっすね。靴系。まず、この、ジョドフェアズで、ね、結婚式用で買った、多分偽物のね、ナイキのスニーカー。これもあの時しか履いてませんね。で、あと、ハワイアナスのサンダルね。これは外で歩く時に履くようで。これもフィリピンで買った、まあ、偽物かなわかんないけど。で、あと、この室内で履く用のスリッパ、100円ぐらいのやつですね。はい。で、あと、外で履くのが、ベンジュサンダルいつも履いてる。あれがメインで履いてますね。今、下にありますけど。はい。で、最後その他でね、紹介したいのがね、この使い終わったペットボトルで作った虫取り機、蚊とかハエとかを取るやつなんですけど、ペットボトルの中入ってないやつをこう途中で切って、その上の部分をひっくり返してセロハンテープでそこの部分、縁の部分を止めたりしてできるやつなんですけど、これをね、たまに部屋の中で虫が出るとね、こうやって上からカパッてかぶせるんですね。今もう2匹中に入ってるんですけど、そうしたらね、この中から出られなくなってね、虫がね、この中に溜まっていくのがね、面白いんですよね。たまに部屋に出ると虫が、で、ほっとくとね、飲まず食わずなんでね、何日か経ったら死んでいくんでね、こうやってね、ちょっと虫を飼いつつ害虫駆除もしてます。はい、以上が、俺が海外放浪してる間に持ち歩いてる荷物たちでした。結構荷物多くて広げて喋ったりして大変だったな。で、ここら辺のね、スニーカーとかシャツとか、あと短パンとか、あとこの T シャツで、あとこの IKEA で買った枕、ここら辺はね、もう多分使わないしね、必要ないんでね、ちょっと近くのリサイクルショップにね、ちょっと売りに行って、ちょっとお金にしようと思います、いくらか。よし、じゃあ出発。はい、リサイクルショップ着きました。じゃあちょっと査定してもらおう。じゃあ査定してもらいます。前もね、来た時あったけどね、すげえ安かったんだけど、今回はスニーカーもあるからね、いくらだろう。はい、査定終わって買い取ってもらいました。はい、で、気になる査定額なんですけど、まあ、T シャツ2枚と白シャツ1枚と、で、あと短パン、海パン1つと、で、あとスニーカーと枕持ってって、合計100バーツで買い取ってもらいました。だ、400円ちょっとぐらいですね。安いっすね。400円ちょっとかんだけ持ってって、まあでもこんなもんっちゃこんなもんか。結構ね、どんぶり勘定でもうバーって俺の見て出てきたのに、でパッて100バーツ渡されたんでね、まあもっと値上げしてほしかったですけど、まあそんなも言えなかったですね。はい、まあでもよかったです。はい、ただでね、捨てるよりはね、はい、いくらか1回分の飯ぐらいのお金にはなったんで、はい、よし、じゃあこれで一旦ね、いろいろ荷物の整理できたし、よかったです。そんなわけで今回はじゃあ、ちょっとやることがなくなっちゃったね、俺のタイのバンコクでの1日と、それに加えて、荷物紹介からのちょっといらないものを売ってみた動画でした。はい、ご視聴ありがとうございました。これでなんか、じゃあ飯食おう。